はい、ヨゴさん。はい。まあ、無事注文しまして、はい、ミニドライバーはね。ミニドライバーね。うん。はい、ちょっとまた違うの。また、ユーティリティを。そう、僕は5番ユーティリティを探してるんですよ。5U?5U。あのね、やっぱ、4U と5番アイアンの間が空きすぎちゃうのと、うん、あとね、やっぱ、190ヤードくらい5番アイアンでピシャーって飛ばそうとすると止まんない。なるほど。うん。もう、そんで、ちょっと、あなたはもう早速やってたじゃないか。もう先に来てね。先に来てやってたじゃん。先に来てちょっとね。これでしょ?はい、早速。3機種これちょっと行くわ。いきなりもうネタバラシじゃない。うん。ね、こちら。でもね、昨日も、ともさん、うん、と練習ラウンドしたじゃん。高橋ともさん。はい。うん。これはステルスのやつね。うん。19,000円。これ全部豪遊?豪遊。これ何?打って選ぶの?そう。どれがいいか?打たないと。そう。ああ。大人がいいやん。うん。大人がいいやん。本当に。いいじゃん、顔。どう?うん。これもいいね。上向いてるけど。うん。そう。ちょっとこれフラットにしたいね。ピンは。あ、上向いてるとやっぱ26度なんだね。うん、26度、25度、これ24。これが一番、とあの立ってる。立ってる。そう。うんうんうん、今、どれもね、調整できっからね。あ、いいじゃん。芯もこれ系のユーティリティ使ってたね。AI スモーク。AI スモーク。顔これに似て、これ系だよ、ね。そうそうそう。で、ともさんも、AI スモークにしてたじゃん。うんうん、で、俺 AI スモークとかパラダイムのこのユーティリティの、面がめちゃめちゃ良くなってるなと思う。だけど、一つだけその悩みがやっぱり3機種ともロフトが違うわけですよ。あ、はいはい。そこがミソなの。なんでこの3機種かっていうと。あ、なるほど。はいはい。そう。一番寝てるのがピンでしょ?うんうんうん、で、真ん中がテラじゃん?うんうん、で、一番立ってるのがマックスファスターなんですよ、あのキャロウェイの。うん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 、で、トモさんも、うん、キャロウェイはちょっと飛びすぎるから、って言ってピンに戻してた今週、うんうんうん。あ、そうなんだ。うん。いろいろ。いろいろやんだね。だからトモさんのセット見ると、うん、ね、揃えなくていいですよってやつだよ。うん。そして、藤田博之さんが、クリーク。うん。クリーク。クリーク。これじゃないんだよね。これじゃない。それはちょっと待って。これじゃないんだけど、うん、でもマジ面がめちゃくちゃ良くなってる、ヤマハが。インプレス VD っていうやつだったっけ?何だったっけ?リミックス VD。ね、あ、これ、あ、これ?そうそう、これ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 でしょ?これか。うん、これ、これ。またシダグラブやん。これもちょっと頼むか。店長に。あ、これか。ちょっと頼んでみようかな、これも。マジで。パナソニックオープンの時だよね、そう。いい、めちゃくちゃいい球打ってた。すごかったよね。これも頼もう。ちょっと。ないかな、シダじゃなくて。ね、中古。ちょっとこれ持ちながら。中古があればね。目的があるとすごいね。動くスピードが速いね。速いね。速いよ。あたたた。ない。あった?ないね。あ、スプーンだよ。スプーンなんですね。スプーンだ。ない。ない。そう。ない、ない。藤田さん、ほら、うちの前の動画でも言ったけど、うん、新しいアイアンに変えて、うん、一本ウエッジ増えたんだよね。だから、スプーンを抜いてこれを、そう。一度立ててる、ね。これを一度立ててるっすよね。うん。もう、それでいいよね。もう、もはや。うん。なんかもう、この子の見たことないやつ。なんかちょっとグースが入ってる。おこれか。なんかあんだけね、いい球見せられちゃうとね。あれ惚れますね。ね。ちょっと俺も、これ買うよ。それも注文。これも注文。うん。もう。他店舗取り寄せ、はい、あとさ、
なんかちょっとスプーンさ、うん、結局今週戻してたね、あれに。そう、でもね、なんかね、やっぱりもっといいスプーンないかなって思ってんのよ。なんかさ、ステルス系がぶっ飛んだよね。一時使ったじゃん、俺。うん。なんかあのぶっ飛びスプーンはあれで、またちょっとね、楽しかったんだよね。ただ、ここぞっていう時に左に行くからさ、それだけが嫌だったんよ。でもあの、なんかオートマチックに捕まるのもあれあれですごい良かった。すごい飛び感でね。うん。もう一回これ使ってみようかな。あれはカチャカチャついてたっけよね。ついてなかったと思う。いや、ついてたのかな。ついてたんじゃねえか。あ、ついてた、ついてた。ついてた？で、結構この、ついてないやつを使ってる人もいたじゃん、あの頃。うんうん。でもあんまステルス使ってる人いないよね。アトム？あ、使、いる？アトム。ほら、うん。あの、パナソニックオープンの時練習ラウンドで一緒回ったじゃないですか。うんうんうん、で、何その黒いのって、うんうんうん、オノフかと思ったら、ステルスだったみたいな。なるほど。全然、顔違うよ。あ、同じステルスでも。うん。ちょっといいですか。うん。お、しかも俺の欲しい方が安い。ちょっと見てみよう。全然俺はこっちの方が。ちょっと顔だけね。先に顔だけ。そうそう、先に顔だけ見せようと思ったんだけど。あ、そう。俺はこっちの方が。うん。断然良くて。ちょっと自分で見てみよう。うん。はい。ほら、こっちはほら、先っぽがさ。うん。でかくてヒールがもうなさすぎてさ、全然ダメなんよ。え、ちょっとシャッフルして。ん？ちょっとシャッフルして。ちょっとなんかさ、そういうのなんか、さ、視聴者さんも疑いを持って見てるかもしれない。はいはいはい。どうぞ。はい、はい。どっちがいいかでしょ？うん。一目瞭然でしょ？こっちでしょ？ん？こっちでしょ？そう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 。こっちこっち。その一目瞭然でしょ？うん、一瞬で分かった。これは、アップライトだし、ロフト立ってるし、うん。明らかにこっちの方がいい。これとこれ買おう。なんか爆買いやん。うん。もう、今日3本買ったわ、もう。よし。やっぱここはね、いっぱい見れるからね。え、こっち？あ、これか。うん。うん。いいね。よし。これでいこう。うん。オッケー、牧場。ちょっと2本、じゃあ。はい。購入。おぉ。いいですね。はい。これ持ってなかったっけ？これのカチャカチャを持ってない。カチャカチャ付きを持ってたんだっけ？そう。これ買いまーす。まあ、安いし。うん。19% だし、199% だし。お、ちょっと値下がりしてる。ん？ちょっと値下がりしてるんだね、ステルス。はい。で、これは、他店から取り寄せ。取り寄せ。あ、そうか、それ、シダクラブだもんね。はい。じゃあ、すいません。これ、お願い。これ、お願いするのと、あと、これ、他店舗から入れてもらっていいですか？程度のいいやつ。はい。ヨゴさん。ん？ T を、もらっていこう。せっかくキャンペーンやる。T もらっていいですか？ちょっと、ショート T が足りなくて。これ今ね、僕のうちの店でも配ってます。無料？無料です。じゃあこれいただこう。俺ほら、ショートティーいっぱい入ってんのよ。うん。これがありがたくてさ、今ショートティーがないね。ショートティーに寄ってるやつ、どうだ？うん。あ、これショートティーに寄ってるね。うん。で、パートナーのティーはね、黄色で見やすいからね。そうそうそう。見つけやすい。ショートティー、あ、これいいね。なんかたくさん入ってそう。うん、はい。これもらいます。はい。ということで、今週も頑張りましょう。はい。はい。楽しいお買い物でした。